11日単独公演が決まりました。わあ、嬉しい。皆さんこんばんは、尾上瑞希です。そうでもないですか。めっちゃ眠くて帰ってきてうとうとしてました。お疲れ様、お疲れ様、お疲れ様。今日はねダンスレッスンしていろいろ本当に忙しくて、衣装のフィッティングだったりとか配信もあったでしょ。本当バタバタしてましたね。全部撮っちゃった、超嬉しい。待ってます。31日も決まりましたので、はい、うん、こんにちは。トミーさん、トモさんありがとう、星ありがとう。新刊、そうなんですよ、ちょっと今日は進行させていただきました。尾上です、こんばんは。そう、さっきインスタライブがあったんですけど、インスタライブで告知があった通り31日に大阪で単独公演が決まります。みずき大好き、みずきかわいい、ありがとうございます。なんでスギちゃんに寄せに行かんといけんのよお疲れ様、こんばんは。それで単独公演が決まります。遅めの時間だから寝る、遅めの時間飲みに行く予定ですって、待ってます。4時からやけんね、16時ぐらいからなんでゆっくり行けそうですかね。でそうだよね、新鮮ですよね、メンバー同士あんま喋らんけん。で31日に単独ライブがありますっていうのと、ピンク亀さんありがとう、金魚ありがとう、カラムさんもありがとう、ピンク亀さんもありがとう、花火、あ、小田入さんの何かあるんだ。31、ピョクニーさんもありがとう、私金魚すくい。他のイベントあるの、来てよこっちにもぜひ皆さん待ってます。31日大阪単独ライブです。でその次にあれですね、デビュー曲の配信決定しました。日にちとかは多分まだ解禁されてないんですけど、24日のお披露目までにはデビュー曲が解禁される予定ですので、皆さんぜひたくさん聴いてください。そして尾上瑞希さんの声を探してくださいお兄ちゃんの声が一発で分かる人はもうお水木検定1級をプレゼントします大阪中心、そうなんですよ、大阪拠点です。お疲れ様、結構大事、あ、そうなんだ、最初の生誕で今後、マジで大事なの、情報盛りだくさんでしたよ、本当本当に本当に絶対わかるやろ。え、なになに、絶対わかるやろ、何の話、何の話だったっけ、なんでプラットフォームで出てくるのかわかる。え、サブスク全部出るんじゃない、アップルミュージックとか。フォローしました、ありがとうございます、ひろさんフォローありがとう。アップルミュージックとかスポティファイとかそこら辺を出るんじゃない。お水木の声すぐ分かると思う。あ、そういうことね。え、さすがに分かるか。さすがに分かるかな。まあ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 。まあまあまあ、分かってほしいよね、私の声。おー、何がありがとう。え、何何、ありがとう。何でもありがとうですよ。常にありがとう。あ、ソレンソンちゃん、こんにちは。Spotify、いよいよ課金かなって。ぜひ、サブスク。聞いてください、ネットフリにあればなおいい、ネットフリって音楽あるん、フォローしてない人してください、
おみずき大好き、分からなかったらやめます。え、なんでなんで、どういうこと。大好き、ありがとうございます。あ、フォローありがとう、サレーさん、ナイスフォローです。こんばんは、あぶりカルビさん。あぶりカルビ、あぶりカルビ、あぶりカルビ大好き、ありがとうございます。今日はもうそんな長く配信する予定ないけど、今日の配信の感想とかいろいろ話したいなって思っております。大好き、わーい。おみずきイントロドンやりたいです。どういうこと、おみずきイントロドンって。こんばんは。おみずきイントロドンって何。おみずきが喋ったら、はい、おみずきって言うの、どういうこと。あー、そういうことね。音楽聴きながらおみずきの声が出てきたらピンポーンって鳴らすみたいなやつ、めっちゃ楽しそうじゃん。やってみたい、やってほしいです、ぜひ皆さんに。でも意外となんか歌声だとちょっと意外と、お、これおみずきみたいななりそうな気がする。やばいですそのレコーディングしてる、ちゃんと曲になってるので音外れてた。てかそれ音外れてないから、私が本気ですから。もう音外れるとかないですからね、こちらが本気なんで。私が本気で、私が歌ってるけん音外れてたらそれが本物です。なまってないでしょ、歌ってる時なまってたらびっくりだって。愛してるだって、あ、愛してる方はぜひ31日会いに来てください。こんばんは。そうだよ、外れて、もしね外れてたらね、歌ってない可能性言えないです。歌ってますちゃんと、お前さんいずれめでよかった。え、そうなの。あ、でもなんか途中外のなんか空がめっちゃ綺麗だったみたいなのはスタッフさんが言ってた気がする。ちゃんとケチャするけん、ケチャって何、ケチャって何、ケチャップ、ケチャ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 ってな。こんばんは、マックスさん、いとしさんありがとう、ありがとう、金魚さん、ちゃちゃちゃ、ちゃちゃちゃ、おもちゃのちゃちゃちゃ、空にキラキラお星さま、みんなすやすや眠る頃ってことですか、ちゃちゃちゃってことですか。ケチャップライス、あ、今日オムライス食べたよ、お昼オムライスのおにぎり食べた。おみずきコールしまくるよ、わー楽しみです、お願いします。今日久しぶり衣装着たの、ミッティングで可愛かった。やっぱりはあ、もうあと1週間も切ってるの、お披露目まで。嘘、はあ、あと1週間もないですよ、どうしますか。今日の TikTok 可愛くて4000回ぐらい見たい。嬉しい嬉しい。1週間すべき日しか予定ないの幸せ。え、こちらも幸せ、そんな。え、嬉しい、ありがとうございます。皆さんも1週間すべき日の予定をぎっしり詰めて、おみずきに会いに来てください、お願いします。今日 TikTok 撮ったやつよ、あれ、ほのちゃんの TikTok も一緒に載ってるんで、ほのちゃんの TikTok もぜひチェックお願いします。この上も再投稿してるんで、おみずきの TikTok からも飛べます、入れます。でも忙しかったっけ、やけめっちゃ眠くて今結構もう目がトローンってしてる。小顔効果出てますね、本当顔ちっちゃい。こんばんは。最近でもなんか寄せたかもしれん、体重計ないけんさ、この家、さっき言った体重計買ってくださいって、でそろそろ届きそう、体重計も最高だよね、キャー楽しみ。31、24、25、26、27はないか、ライブじゃないか、で31、1でしょ。1週間の間に3
そんなたくさんみんなと会えるの、顔ちっちゃいって嬉しい。痩せたかな、今日言うだよ体重計なんて。そんな一人一個もいらんやろ一個あれば十分やろ。今日は寝すぎて頭痛に半日くらい。あら寝すぎて、寝すぎて頭痛くなった、そういう日もありますよね。でもいいんですよ、たまに頭痛くなるぐらい寝れるって幸せたい。定期公演でどんくらいとか、なんか月1ぐらいやりそうな勢いではある。その部屋広くね。なんでわかるんなんでわかるん、そんなわからんやろ、どうやってわかるん。おみずきかわいい、ポッパンさんありがとう。月1回ぐらいが多いです。うん、多分それぐらいじゃないかな。寝すぎだけが大事だ、あ、そういうことね、そういうあれなんですね。活動は主に大阪、そう、さゆさん会いに来てください。大阪、大阪会いに来て、もうめっちゃライブの予定いっぱいなんで、いつでも会えます。尾上さん顔小さい、そういうことねそういうこと、そういうこと。なんか真剣に結構広いけんこの部屋、普通になんでしとっとうと思った。対バンより行きやすいやろ、単独やけん、単独やけん来て来て、こんばんは。そう、皆さん関西の皆さんぜひ会いに来てください。会いに行けるアイドル第2章ですね。確かに関西なんで買いまくりますって、毎週来てください。その部屋四角くない、や顔丸いだけ、それはそれ顔丸いだけです。でもちっちゃくなった顔、顔がちっちゃくなった可能性があるので、実物を見に来てください。本当に小さいかどうかは実物を見ないと分かんないと思うんで、見に来てください。大阪はありがたいな、会いに来て。大阪、台湾も重要ですが、どっちもいいよね。でもすべきみの単独の方が私は嬉しいよ。どこまで全部いけるかチャレンジしてみますって、最高じゃん。ギネス記録みたいに、もう大子さん中の大子さんになってください。かわいい、こんばんは。俺が次会えるところには なくなってるだろうな顔。多分ね、確かにどんどんちっちゃくなっていく気が。あれ、おみずきどこ、ちっちゃ、あ、ここなるかもね。ナンバーグランド花月、花月なんそれ。アンコールでガンバランバ体操しますか。確かにね、私の生誕祭ガンバランバ体操にしよっかな。なんか曲やるってなったら、あきらさんありがとう。欲しい、単独公演できるかいですね。お時間がいっぱいあるのですごい。あ、でもどうやろう、でもそんなないよまだ、そんなないと思う。同じ曲何回かやったり MC 長めだったりするんじゃない、多分。配信でもムードメーカー出てましたよ。え、本当ですか。まあでもね、まあでもうるさいですから尾上さんは。今日の話がバラバジルと幸せ、確かにそういう話はありましたね。嬉しいんですよね、結構メンバーが頑張らんば歌ってくれるけん。大好き、ありがとう、フォローもありがとうございます。そうだよね、 MC 長いの楽しくない、なんかファンファンファン、なんだっけ、オフ会みたいな。あ、メロンパンナちゃんストーリー見た。メロンパンナちゃんメロン、うん、メロン、うん、メロンパンナちゃんって言いそうな雰囲気だったよね、あのストーリー。はい、MC 長いのなんてさ、もう最初のこの曲が少ない時だけの単独公演の何最初だけだと思うんで、曲が少ない時限定だと思うんで、 MC 長いのも今だけだと思うんで、ぜひ皆さん今見に来てください、会いに来てください。コメント付きで画録してしまいましたって。でももうアーカイブ残るけん、あれやね、いつなくなっても大丈夫やね。全部 MC でもいいので、マジでオフ会やんそれ普通に。こんばんは、
上瑞希です。よろしくお願いします。大阪でアイドルやってます。大阪の皆さん会いに来てください。お願いします。お願いします。やばい、めっちゃ眠い今日本当に。こんばんは、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 こんばんは。明日もレッスン早いけど朝、はい、おきんばこんばんは。テロップ出してけ。もうね、配信結構ね、あと10分ぐらいしたらね終わるかなと思っててそう、あと10分ぐらいしたら今日はお休みしちゃおうかなって思ってるんですよ。ハイタッチ会、ハイタッチはあるんかな。寝よっか、寝眠たくなってきた。単独以外は自己紹介時間巻きになるよね。あ、確かにね、あんまないけんね、持ち時間がね、あんまないやろ単独じゃないと。了解、おやすみしましょうって。早寝らんばね、明日に備えて。明日も早いけん。え、今なまってなかった？いつもやったら明日も早いけんって言うけど、早いけんって言った。ちょっと大阪の人が周りにいすぎて、メンバーがみんな大阪すぎて、若干なんかイントネーションがわからなくなってきた。あー、長崎の方言、方言は長崎なんです。なんなんばいとかなんなんやけんって感じやけど、たまになんか関西のイントネーションが映っちゃう。すっかりお疲れですね。ねむ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 ねです、本当に。ちなみにアバターまでタワー1本切っとるで。マジで、え、マジ、え、じゃあ次ぐらいで行くかな、今とかじゃない。え、本当、関西弁、関西弁にはならなそうやけど、そんななんかゴテゴテの。だって長崎弁強すぎて取れんやろこれ。ピアノマンさん、みずき大好き、ありがとう、みずき大好き。わー、関西のイントネーションかわいいよね。今日長崎のイントネーションとか、長崎の私の訛りの方がみんなに映りかけてる。今日もほのちゃん言ってたし映っちゃう。私の方言結構ね、みんなに映りやすいっぽい。長崎弁に決まっとったい、ずっと。あ、りょうたんさん、ありがとう。おみし、やっほーやっほー。あー、タコさん、ありがとう。おみそさん、チューチュー、タコ、タコさん、ありがとうございます。マリのりょうたんさん、ありがとう。ペンライト、ペンライト、伝説も感じましたって。そう、長崎がね、どんどんね広がってますよ。いいことですよね、やっぱり。はい、いいことです。こんばんは。明日もすっぴんでいいかな、レッスン動画撮ったりするのでいいか、明日は。もうだってさ、もう朝早いけんさ、起ききらんメイクするの。こんばんは。長崎の逆にねいいじゃないですか。それ、カズ先生、ありがとう。金魚さん、ニヤクサボさんも、はた、ありがとう。結婚してプロポーズされた。お腹鳴った、めっちゃお腹空いてきた。ありがとう、まことさん、ありがとうございます。あみずき大好き、なんたさん、ありがとうございます。あみずき世界一かわいいって、キュッ。関西弁が一番他県に行っても抜けへんらしいで。いや、抜けへんやろ、抜けなそう。関西の方は結構強いもんね。サッカー見るやー、おやすみおやすみ、楽しんでね。サッカー、メロンはおかわりあった。あったけど食べんかった。あの、なんかお腹いっぱいになっちゃって、おにぎりとかでいっぱい食べたし。すごいいいメロンだった。ちゃんとしたガチガチの高級メロンだった。イエーイ、メロン食べました今日。自制心えらい、マジで嬉しい。こんばんは、こんばんはです。もう
っという間に、あと1週間でお披露目ですか。びっくりだ。そんな早かね。眠そうやろ、めっちゃ私今日やばいね。すぐさ、なんか眠たくなる。メロンジュース、メロンジュースじゃない、メロンです。ただのメロンパン。メロンパンよりメロンの方がいいやろ。メロンなんかなかなか食べれんばい。バタバタしそうね。もう一週、こっから2週間ぐらい休みないんですよ確か。私のスケジュール的に2週間以上か、3週間弱休みなくて確か。だから昨日歯医者、一昨日オフだったっけ、昨日オフだった、ほんと最後のオフみたいな。2週間半ぐらい確かね、スケジュールパンパンな。今日も歯多いね。そんなこと言ったら恐怖映像みたいに、おみずきがこんなって笑ってるとこ見せてやる。歯多いでしょ、どう？歯多いですよね私って。多いっていうかマジで見えてる歯の量えぐ。ファイト、ありがとう、ありがとう大好きさん。わー、風邪ひかんように早く寝ます今日も。みずきかい、ありがとう。本当は本当やった、怖い話やって。え、マジでおみずきも出ようかな。本当は本当にあった怖い話。おみずきの歯が多すぎる。おこちゃんに歯メインで、そうだよ歯メインの絵だよねあれは。完全に生えてくるのは怖いんですけど。私って歯多い、多か、私の歯って多かかなって言っちゃうんだから、後ろから。本怖やろ。みちゃん怖い話ある？めっちゃ怖い話あるよいっぱい。まず昨日ですね、事件は起こりました。スーパーに行って帰ってきたら、なんと鍵を忘れてました。キャー、怖いよね。ほんと怖くて私も、え、マジで？みたいな、鍵忘れたみたいな、なんでしまっとるんと思って。鍵ないっちゃん探しても、確かにないわと思って、確かに閉めた覚えないわと思って、鍵で何しまっとるんやろうと思ったら、普通に若にゃんがスーパーに出かけてって、ああそういうことかみたいなで電話して鍵忘れたって言って、今スーパーやしまだ時間かかるよって言って、もうじゃあスーパーまで取り行きますって言って、あのアイスを買ってたんですけど、アイスを家の前に置いてスーパーに鍵を取りに行きました。マジで怖いよね本当。自分が怖くなっちゃいます。そう、鍵は忘れるし、昨日大阪来て温泉に行ってたんやけど、あの最初お家まだガスが通ってない時に、温泉に行った時に温泉に携帯を忘れて、あの私ね人生で初めて携帯忘れた、この話したっけ。そう、それであのお家じゃない、温泉に携帯忘れて、なんか若にゃんが若にゃんに、え、やばい携帯ないっちゃけどって言って、携帯ないっちゃけど知らんって言って、携帯ないわって言って、ちょっと電話かけてくれって言ってかけたの。そしたらさ、誰かが出たのよ私の携帯。え、出たけどみたいになって、え、怖っってなるじゃないですか。本校はですね、嘘です嘘です、そんな怖い話じゃないんですけど、普通にあの温泉に携帯忘れて、温泉の人が出てくれたの。それで誰の携帯ですかっていう話で、あ、それ私の携帯ですって言って、すいませんって言って、もうほんと1時ぐらいに気づいて、夜ので、もう閉店しちゃうみたいな、だから明日の朝取り来てくださいって言われたんだけど、まあ、家からほんと5分10分だったんで、
5分10分なんですけどって言ったら、まあ、10分ぐらいだったら全然なんか持ってますよみたいに言ってくださって、あのお姉さんが、温泉のお姉さんが待っててくれたお店で、でもめっちゃ謝った、すいませんって言って、でもなんか持ち物検査、なんか持ち主検査みたいな、持ち主情報みたいな感じで忘れ物の手続きがあって、書き寄る間になんか私が多分めっちゃ長崎弁やけんか知らんけど、なんか観光ですかって言われて、いや引っ越してきたばっかなんですよって言って、全然大阪のこと分かんないんですみたいな話しちゃったら、めっちゃ優しくて大阪のことも教えてくれたし、なんかさすがにさ1時とかだったから、ほんと業務外ですよねって言って、すいませんって謝ったんやけど、全然いいんですって、全然業務外じゃないです、1時半までいるんでとか言ってくださって、もうありがとうございますって言って、また来ますって言って、携帯ゲットしました。やばいよね、携帯を忘れるって結構やばくて、やらかしたなっていう。そう、マネージャーさんに送ってもらって、マネージャーさんに送ってもらって、温泉までちょうどねいたんだよね、下に駐車場にいて、マネージャーさんが送ってくれて家まで、その直後に、いやでも10分ぐらい経ったんだけど、ちょうど下で電話してて、マネージャーさんがまだ出てなくて、車走ってすいません連れてってください、ごめんなさいって言って、はい、そういう日もありましたね。これが本当にあった怖い話です。以上です。駐車場に悪意してね、いや駐車場のマネージャーさん悪意してないでしょ。エレミチさんありがとう、うん、あ爆弾、ありがとう爆弾、爆弾、そう甲虫の栽培がね連続してる感じ、本当素敵で、素敵な方でした。お姉さんバイトって言ってた、バイトでやってるんですよって、ちょっと仲良くなった西君ありがとう。じゃあランキングを見ますね、早かったね、早かったけどさちょっと眠たいけん、もうここまでにしちゃおう。ではランキングを見ます。第13位、まことさんありがとう、ありがとうございます。第12位、といさんありがとうございます。第11位、中心さんありがとうございます。第10位たかりんさんありがとうございます。第9位にわかさぽさんありがとうございます。第8位ファレドリョダンさんありがとうございます。第7位ジェリーさんありがとうございます。第6位一番好きだとみんなに言っていた小説のタイトルを思い出せないさんありがとうございます。第5位あきらさんありがとうございます。第4位ふみさんありがとうございます。第3位アリさんありがとうございます。第2位オピソさんありがとうございます。そして第1位は大輔さんありがとうございます。わーありがとう、皆さん本日もお疲れ様、ありがとう、こちらこそですよ、遅くにありがとうございます、おやすみ皆さん、ゆっくり寝ますよ、お疲れ様でしたって、ありがとう、愛様ありがとう。では皆さん TikTok 更新してるので TikTok いいねコメントよろしくお願いします。 Instagram、Twitter、TikTok やってます、フォローよろしくお願いします。ショールームのフォローも忘れずによろしくお願いします。では皆さん明日も、明日は日曜ですか、明日も良い休日をお過ごしください、バイバイ。